はい、ナパンです。パンミグシミュレーター22遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回からですね、新マップのこのメーポールファーム遊んでいきたいと思います。これまではですね、エルムクリーク、オーベーロン、エアレングラートというところで、一番初めから入っているマップを遊んできたんですけれども、今回から元のマップを遊んでいきたいと思います。で、今回はですね、農業をやっていくのではなくて、このメーポールファームの散策をやっていこうと思います。ですので、今回だけはタイムラプスのその倍速でやらずに、このまま進めていこうと思います。では見ていきましょう。はい、メーポールファーム到着しました。最初は初めこんなところからスタートか。まずはマップ見ていきますか。こんな感じなマップになってまして、110ちょっとの畑があるというところですね。すごい畑の量は多いですね。でしかも、形を見ていくと、真四角ではないっていうところなので、このヘルパーさんを使うには、どうしていけばいいんだ？例えばこの86とか85とか83とか、こういう四角のところを買っていってやっていくっていう形にやればいいんですけど、こう94とか、こういったところを買った場合はちょっと、自分で、基本的には収穫とかやっていかないと作業漏れが発生しそうな形ですね。では次に、今保有している土地見ていくんですけれども、こんな感じですね。初めから保有している土地が結構多いですね。今保有しているのがここなんですけど、だからここで言うと、7つの土地というか畑を保有しているというところですね。で、7つも保有しているっていうところでいいんですけれども、全て見てみると、草の畑になってますね。で、あとはですね、この15番の土地が農場になってるんですけれども、この15番の土地を保有していることによって、こういった感じこれがすごいんですけれども、ロボット付き牛舎とかがもう、一番初めからついてきているというところですね。ですからまずはこの農場を見ていきましょうか。はい、というところでまずはこのロボット付き牛舎が1頭、あともう1頭あるんですよね。そこら辺もちょっと見ていきましょう。一旦ちょっと左下に小さいマップを出しながらちょっと見ていきますか。一番初めから用意されている3つのマップと比べて全然ハードルが低いというか、ロボット付き牛舎がついてくるっていうのが全然もうハードル下げてくれてますよね。ハードル下げてくれてる方が嬉しいんですけれども。で、その横に堆肥の山がもう初めからついてるのか。ちょっとこっちから見ていきますか。で、ガレージがあって、ホイールローダーとかの納期もあると。で、これが液体肥料タンクですね。もうこっちは外かな。で、こう燃料タンクがあって、で、これは大きめなサイズですね、これ。ああ、800、OBI1000。これか。147,000ユーロで買えるサイロがもう一番初めから漏れなくついてるというところですね。素晴らしいな。で、隣にもガレージが2つついてて、で、ここにもロボット付き牛舎がついてるというところですね。で、かつ新設にもまた堆肥の山が入ってると。素晴らしいですよね、ほんとね。またガレージがあるんですけど、この形のガレージはあれですね。天菜とかじゃがいもとかも入れられそうなガレッジですよね。でこっちにもお、これはロボットズ牛舎にくっつけてるのかガレージを。うんうん。はい、まだ全部農場見終わってないんですけれども、まあ、初めの印象としては、ちょっと狭いですよね。この農場の中にいろいろガレージとか、動物小屋が入ってるんで、結構狭いというところですね。ですので、私がこう農業をし始めると、まあこういった狭いところにちょっとぶつけるかもしれないんですけれども、そこはご了承いただければと思います。で、ここにもガレージがあって、ここに1個バンカーサイロがあると。バンカーサイロ、こんな狭いところにちゃんと使えるかなっていうところがあるんですけれども。で、次見えたのがこの馬小屋ですね。で、馬小屋は、大変なので、もう初めから売却しようと思います。多分バージョンアップしても、性能というか、変わってないと思うんですよね。結構2年ぐらい消去しても、まあ500ユーロから5000ユーロぐらいにしか利益が出なかったと思うんで、うん。まあそれはやめにしようかな。はい。で、次行きましょう。で、ここが種のタンクですね。ここで買えるのが種とミネラル飼料も買えると。だからロボット次牛舎のところにミネラル飼料入れるときは、ここで買って入れるっていうのができると。なので結構簡単ですね。で、次見えたのが、これが羊小屋になりますね。うん。ここで一周したのかな。まだちょっと見えてないのが、この下側、南側になるんですけど、ここら辺からか。ここにもちょっと大きめなバンカーサイロが一つあると。一番初め、スタートで見えたのが、ここからですね。確か。うん。ここのロボット好き勇者から見たんで、この奥ですね。まだ見えてないと思います。で、ここに鶏小屋ですね。で、ここにボヤがあるという形ですね。あ、犬ボヤ？ボールをいっぱいにする、いる？あ、いた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 。あれ？ワンちゃんの名前が、あれ？ここら辺で表示されてたような気がするんですけど、名前ない？もしかして。じゃあ、ワンちゃんの名前はワンちゃんでいきましょう。まあ、ないな。表示されないな。という形ですね。ですので、かなり、一番初めからいろいろ与えてくれてるマップになりますね。うん。では次に保有している農機について見ていきましょう。簡単に。うん。トラクター3つ、トラクターチュー1つ、ホイールローダー1つ、車1つ、ストーンピッカー1つ、サブソイラー、発出機、肥料散布機、で雑草抜きの機器と、草刈り機、テッタ、ウィンドウローワー、飼料ワゴン、ベーラー、ベールローダー、フロントローダー、フロントローダーアタッチメント、ウィールローダーアタッチメント、ローローダー、ウェイトというところがあるというところですね。で、ここの今の馬小屋のような感じで、馬小屋があります。その小屋があります。その後ろ側に、この草の畑がありますっていう構成になってるんですね。ここを収穫できるという形になってるんですけれども、まあ、最終的にここに、例えばその馬さん、まあ、馬さんは買わないんであれなんですけど、動物を買うと、まあ、ここら辺に、放牧されるという形になりますよね。でですので、その放牧された後は、そこの、畑の、その草の収穫はしてないようにしていこうと思います。ですので逆に言うと、その、まだ、放牧してない状態の畑については、まあ、ガンガン収穫していって、動物一頭でも入ったら、もう、その、動物さんの邪魔になってしまうんで、ですので、そこの畑の収穫はしないというところでやっていきたいなと思います。はい。ですので、それがですね、この89番の畑、あとは、この羊小屋の90番、あと、牛小屋の、91番、こっちにもある、その牛小屋の95番、この3つじゃなくて4つか、については、もうあれなんですよ。与えられてるものの、なんか、収穫してもいいし、その牛さん、例えばこの91番だと、牛さんいる中で草収穫してもいいけれども、収穫したくない人は収穫しなくていいよみたいな。私は収穫しないやり方で進めたいんで、もう動物がいるともう漏れなく3つの畑しかないっていう状況にはなるんですけれども、まあ、そこら辺はちょっといろいろ計算しながらですね、例えばその牛さんを飼い始めたらここの収穫できなくなってしまうんで、それより先に近くの畑を買って、で草地にして草の収穫するとか、そこら辺切り替えながら、いろいろちょっと考えながらやっていかないといけないなという印象がありますというところですね。はい、これで、保有している土地と、農場の説明が終わりまして、あとは他の施設のところ見ていきましょう。これ上側に、精油工場があって、次にテーラーショップがあると。でここら辺なんですけど、ちょっと後で、車で行って、ちょっと見るんですけれども、ここにも農場があると。これを買うと、なんと、っていうところもちょっと後で見ましょう。で次に、ここ、スーパーマーケット、売却場があると。で木工場、乳業工場があると。紡績工場があって、ぶどう加工場があって、製材所でいいんですかね。うん。木を板に変えるとこですね。で、またここもファーマーズマーケットだから売却場があって、ベールズマーケット。うん。なんで、藁とか干し草とか売却するところでしょうね。家畜商があって、シリアル工場、穀物工場があると。で、ここにも農場がある。で、石の売却場、バイオマスプラント、ブレインエレベーター、これはサイドですね。で、砂糖工場、ガソリンスタンド、ここはショップですね。あと、ここがバイオガスプラントで、これが、1メガワットのところですね。また、ここら辺も農場があるのか。で、最後の方に行きまして、これ、メーポルエクスポーツ。これも売却場だったと思います。で、一番下にパン屋があると。なので、結構、バラバラと施設があるというところですね。はい、では、軽く、マップ見ていくんですけれども、ちょっと一番引いた形で、ちょっと見ていこうと思います。では、見ていきますか。ここは一本道でちょっと狭いですね。こんな感じで、そう。でまあ、この畑一個一個に対して、まあ、こういう、フェンスなのかな、まあ、仕切りがあって、これって、まあ、こっちのフェンスだと、まあ、こういう感じで、ぶつかる。でまあ、その奥に行けないっていう形なんですけど、まあ、この、フェンスって、まあ、素通りできますよね。なんですけど、これ見ると、これがちょっと細かいなと思うんですけど、切り株置いてるんですよね。ですので、まあ、この切り株に当たると、まあ、こういう感じで素通りできないと。まあ、それがこういい感じにこう点々と切り株を設置してくれてるんですね。まあ、基本的にまあこういう構成になってるんで、ここのこういったところも素通りしないようにしていこうとは思うんですけれども、なのであれですね、気をつけないといけないところが、この畑にどうやって入るかっていうところをいろいろ覚えていかないと、まあ、かなり畑があるんで迷子になっちゃうと思うんですよね。まあ、こういったマップファミキシメーター19の時でもやってたんですけど、ちょっと慣れるまでにこの1番の例えば1番の畑だとここに入り口があるんですけど、あれこれどこに入り口あったっけみたいな、ずっとこれくる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 回りながら、あ、ここみたいなまあそんな感じになってしまうんで、いろいろ覚えながらやっていきましょうと。で、ここが、あ、ごめんなさい。ごめんなさいね。あ、こっから、片側1車線ずつの道路になって、あれか。それで車が走ってるのか。なんでおそらく一本道の道路については車は走ってないんですけど、片側1車線ずつの道路になると車が走ってると。で、かつ左側通行なんですね。これまで右側通行でしたけど。全体的にこんな感じな畑で構成されてるというところですね。ごめんなさい。ちょっと速度速すぎて、もうちょっとゆっくり走るか。ちょ、このぐらいで走らないとあれですね。カーブするときにカメラがすごいガクガク動いてましたね。すいません。これで、あ、もうこれ、あれか。今29、28だからもう、これ1個後ろっていうか奥がないのか。U ターンするしかないか。で、こういったところに、ところどころ、まあ、これ乳業工場になってますけれども、この周りに、まあ、木を伐採するような土地も用意されているというところですね。うん。ここで言うと今の左側とここの右側もおそらく、まあ、そういう形になってるんじゃないかというところですね。で、ここら辺ですね。はい。これ見てください。また、こういった感じで、おそらく、今が、ここですね。まあ、ここの土地は分かれてるのか。87、34、54と。で、この54を買うと、おそらく、一番奥のロボット付き牛舎が漏れなく手に入ると。ですので、8万ユーロで、ロボット付き牛舎が手に入るという、すごいお買い得な土地になってますね。なのでガレージとかもかなりありますからね。なのでこれまでは家畜を増やしたいってなると、その小屋を建ててっていう感じになってましたけれども、このマップだと、ちょっと離れるっていうそのデメリットはあるんですけれども、土地を買えば、その小屋が漏れなくついてくるので、まあ、そこでやるっていうやり方がいいんじゃないかなというところですね。一旦あれか、今農場に戻ってきたのか。そこら辺も全然道を覚えられてないんで、こっからまた出れるのかな。あ、ここで、あ、一番初めのとこ戻ってきたんだ。ですね、全面こういった構成で出来上がってるというところですね。はい。で、最後に気になるポイントというところを見ていきたいんですけれども、このバイオガスプラントですね。1メガワットとすごいパワーのあるバイオガスプラントになっています。で、これまでのエルムクリークとかだと、100万ユーロ以上で、買えない。初めの方全然買えないっていう状況だったんですけれども、ここのバイオガスプラント、すっごい安いんですよ。15万ユーロで買えますと。ですので、なるべく早めに買いたいなと。で、これまでやってきたエアレングラート。初めの方、もう初めの方って言いながらも7年目ぐらいまでは、お金全然増えなかったんですけど、最後の方にバイオガスプラントを建てて、すごい利益が出て、結局は、あとは牛さんの力とかも借りて、400万ユーロ弱までお金貯めることができたんですけれども、やっぱりこのバイオガスプラントのパワーっていうのがすごいので、ちょっと早めに買いたいなと。ただし今その穀物を作る畑がないっていうところがあるので、そこら辺もちょっと、どうしていくかっていうのをちょっと考えながら次回から進めていきたいと思います。はい。では今回はメーポルファームの散策をしました。次回からですね、タイムラプスのその倍速にしてから農業をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。